はい、どうも、クレイジージョーカーこと、ともゆっきーです。はい、というわけでですね、今回は、久々に、超久々に、スマックダウン VS ロー2006エキサイティングプロレス7に、ね、チャレンジして、実況していきたいなと思います。まあね、このゲーム、本当に、かなり久々なんですけど、またシングルにして、まあ、とりあえずね、本当に、プライベートでも素でも、一切やってないんで、ね。本当に、どうなるかわかんないです。とりあえずね、ディーバーいた、ああ、いたね、こうやって作ってる、ね。キャラクターね。プリンスデビットとかね。バトラックファレ、おう、そうそうそう、ブレイワイヤットね。作ってた。あ、そう、ワイヤット全員作ってたんだね、俺ね。ビッグショー、バーティスタとかね。とりあえずね、まず、クリス・ジェリコ行こうか。Y2J。ね。さあ、どうなるか。とりあえず、ロー行こうか。久々のね。いや、ほんとね、これ久々で、なんで久々かっていうと、このゲームね、壊れたんですよ。はい。壊れたっていうのも、まあ、何この、最初ね、急にデータが失われましたって言ってね。なんか急になりだしたわけですよ。で、あれおかしいな、やべえなと思って確かめてみたら、全部さっきみたいにキャラクターも全部いるんですよ。あれと思って。これデータ全然失われてねえじゃんと思って、いろいろ試合とかね、やって、調整したりしてたら、パッてセーブしようとするじゃないですか。そしたら、セーブができませんって言われたんですよ。あ、そこかと思って。データが失われたから、セーブができませんって言われて、結果的にこれは、それ以来ね、1年も、やってないか。うん、1年行くか行かないかぐらいでやってないですね。あ、持ってたね、そういえば、クルーザーチャンピオン、俺。まあね、本当に、約1年のブランク、やってなかったブランクはでかいと思うんで、本当にね、何がどうすればいいのかを一切覚えてない。じゃあやるなよって話なんですけどね。まあね、コメント欄にね、エキプロ7の実況やりますかって言われたんで、まあそれはやりますと。やるんですけど、ただ、どうなるかわかんないよっていうのは言わなかったんですけど、とりあえずやりますと。言ったので、その約束はちょっとね、果たしたいなと思って、まあこの、エキプロを久々にやることになりました。いやーね、こういう感じだったね。そういえばね、俺の入場ね。フリースタイルラップとかやってたからね。そういう、何?ラッパー調になってましたよ。出た !Y2J! Welcome to Low... 何だっけ ?Low is Jericho だったっけ ?Jericho is Low だったっけ?どっちか忘れたけど。ね、そういう名言もあるし。ね、タッグチャンピオン今ね。持ってた。そういえば。うわぁ。夏すっげえ今感傷に浸ってるけど、あ、懐かしいね。あったね、そういえばね。ほんと久々にやってないからね。まあ、今後はですね、まあ、気が向けばこのエキサイティングプロレスもやっていきたいんですけど、別のゲームね、WWE のスマックダウン VS ロー2007の方をやったりですね、あとレッスルキングダム。レッスルキングダム2プロレスリング世界大戦っていうね、日本のプロレスラーが、ね、新日本とかね、全日本とかそういうののやつをやっていきたいなと思っております。まあですね、これもね、エキプロ7の方も、たまにね、やると思うんで、その時はまた期待してください。で、スマックダウンバースローの2007の方はですね、まだいろいろ自分のキャラクターとかいろいろ作りたいキャラクターを作ってないので、まあ、それが作り次第、まあ、実況できたらなぁ、と思っております。ね、早速、そんなね、雑談もやりつつ、試合スタートしていきましょう。おっと、何を選んだの?ジェリコ?ジェリコ?あ、これ睨むやつか。これ覚えて、早押しだよ。おいしょ!いった!うまい!だから、今、罰で打撃したってことは、罰が打撃なんだよ。それは、今分かった。ラッキー。いった!分かった。お、オッケー。んで、上にね、これありがたいことに指示出てんだよね。ね、打撃の回避が L2。で、何?
あの組技だ、組技の回避が、あの今めり込んだよね、今ジェリコめり込んだけど、組技の回避が、あの R2 だ。さすがともゆき、徐々にね今あの覚えてるよ、いいよ、徐々に今打撃しかやってないけど、ほぼ、あ、わかった、で組技が丸だから痛い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 、 OK、 さすがともゆき、天才ともゆき、こういう時だけ天才っていう。 OK、 ムーンサルト、いいね、結構覚えてるもんすね、こういうのってね。うまい、くるって回して、おっとフォール入った、すげえ自分ですげえって言っちゃった、今全然覚えてないから自分ですごいって言っちゃう、いった今キューンってなったよね、トボイッキーの動きが異常になんか今ちょっと可愛かったよね、キューンってなった、おー、いった、で何、あ、そうだ、三角が走れんだ、へえ、お、スーパーキック、おいしょおいしょ、アイブこれ捕まえて返されたんだ、オッケー、いいよ、痛い痛い痛い、これね、俺やべ、多分説明ね後々上にピロって出ると思うんだけど、フィニッシャーのやり方を忘れたんだよ。お、フォール取った、ワン、ツー、まあね、ここでね、ここでやら、あのね、ジェリコもやられちゃったってなったら面白くないよ、ちょっとね、久々だからね、俺も慣れなきゃいけないんだよね、これを、よくしょ、キックした、で、これはさっきやった、おいしょ、んで、お、やってたやってた、こういう連続技もね、で、あ、はい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 、L2 と L1 でこれ保存ね、よいしょ、すげえすげえすげえ、できてんじゃん、俺結構できてんじゃん、痛い痛い、ほんですげえ痛い、おいしょ、痛い、ジェリコ分かった、調子乗った、ごめんなさい、分かった分かった分かった、調子乗りました、すいません、ごめんなさい、すいません、先輩、ジェリコ先輩、調子乗りました、すいません、やばい、あ、でもね、だんだんね、慣れてきた、オッケー、これで返せんだよ。んで、こう、ガッってやってね。で、これ、何ボタンだったっけ、何ボタンでこう、相手にこう、ワッてできるんだよ。あ、そうだ。三角で角やって乗れんだ。なんで今飛んだなんで俺今飛んだ、ほら、返るようになる。なんで今飛んだ、そりゃそうだよ。そりゃ今飛んだら痛い痛いってなるよ、それ。これね、どうやってやんだったっけ、とりあえずね、これでやって、あ、なんで離れた、なんで離れた、お、今すごい迎撃の仕方をしたね、やばい、今チロッとさ電話も鳴ったけど電話も鳴ったけど、そこは気にしないっていう、あ、そうだ、三角で投げるんだ、で、お、逃げた、やべ、逃げた、あ、そうだ、あ、今間違えてさ、電話がっつって、で、あの何、間違えてセレクトボタンを押した、それが回復になるんだね、そうだ、スタミナ回復とかも行ったんだ、道理で、そんな食らってないのに、ともゆき疲れてると思った。痛い。オッケー、なんで逃げたなんで逃げたかわからん。すげえ、えげつねえな。ともゆき結構やることがえげつねえ。やべやべ、もう電話が鳴ったっていうイラつきで、えげつないよ。よいしょ。でもね、最近ね、あの、YouTube の動画撮ってると、ハプニングが多いんですよね。親が入ってキーの、なんかいろいろね、あの、親入ってキーの、何、あ、痛い。今のもハプニング、うう、今のもハプニングだけど、親が入ってキーのさっきみたいに電話が鳴りるみたいなね。そこでね、編集技術とかあったらいいんですよ。でも逆に編集技術があったら、あの、ちょっとそこのゲームの時だけ、なんかおかしくなるじゃん、映像が。だからもう、諦めて編集はしないっていう編集技術がないのをいいことにもうしないっていう、ね、よいしょ、これね、よいしょ、今耳ピャーンってやったねあれどういう技かわかんないけど、なんで俺そんなに食らってねえのにジェリコちょっとダメージ受けてんだよ俺、よいしょ、なんで、よいしょ、これでムーンサルトとかしたわけだ。おー、いった、見よう見まねでやった。よいしょ。
そろそろ痛い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 、今投げれたと思う。あ、これ必殺技か。ジェリコの必殺いったね。痛い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 、ここであんま食らいたくないね。ロープ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 、あとちょっとロープ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 、あー背中もダメージ受けちゃった。出た、外した。いやそれさ、矢野トール張りに早いよね、それが。あ、痛い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 、やばいよ。たまにね、本当に間違えるよね。なになに、うー、フェイスクラッシャー。これね、たまにね、最近やってるのが、さっき言ったプロレスの、レッスルキングダム2、レスリング世界大戦ってやつなんですけど、それとね、操作がごっちゃになるっていうね、同じプロレスだから、ここらで決めたいけどね。あ、いけるんじゃ、おっと返されたね。結構返されるの早くない？痛い痛い、それは痛いわ。あ、これ結構割とスボゴじゃん俺。痛、これでさ、結構またフィニッシュ来たら俺やばくない？何？いった！顔！おい、顔！顔そんなバンバン蹴るもんじゃない、人の。痛い！やばい、俺これまた自分の動画見て勉強し直そう。これのやり方勉強し直そう俺。オッケー、なんかわかんないけど迎撃した。やった。これで顔いけんだよね。よいしょ、顔いった。で、これで一回立たせんじゃん。で、やって、これをこうやって、痛い。なんかわかんないけど、今蹴ったね。うまいこと言ったんじゃない？おっと？よいしょ、いった。おっと！いったね。今うまいこといったね。結構いい感じにいったんじゃない？いいんじゃない？これだいぶ慣れてきた証拠だよね。あー、そうか。忘れた。ジェリコヘビー級か。ジェリコ完全ヘビー級だったの今忘れたよね。とりあえず登って、こいつがアピールしてるうちにムーンサルトっていうね。卑怯卑怯ともゆき卑怯。一発殴って中に入るっていうね。よいしょ。でだ。だいぶ慣れてきたから、まただ。慣れてきたとかで調子に乗ったらまただよ、これ。忘れんなって。ジェリコヘビー級だからさ。痛いね、これね、やばいね。勝てる気がそうそうしないって。オッケー。いったいった。これ、まんじがためだっけ？まんじがためか、コブラツイストたまに迷うってね。このまんまフォールいったんじゃね？スターダストプレス。うわ、返された。そこ、そう来る。あ、マジか。さすが Y2J だよね。そういうとこかましてくるよ。おっと。うまい、DDD。ここでさ、スイートチェーンいけない。おっと、いった。これ勝てんじゃね？いけんじゃね？これ。久々いけんじゃね？さあ、どうだ？これあれだよね。この状態になったらすごいパワーがアップしてるってことだよね。この白黒モノクロ状態の。おっと、いった！うまい！お、流血した！ジェリコ流血！いい、このままいけいけいけ、フォールいけ！フォールいけ！遅い！止めっけ、遅い！これどうやってフォールだったっけ？あ、やべえ、忘れてる！俺、フォールの仕方忘れてんだ！俺、どうやったっけ？そこどうだったっけ？重要なとこだよね。やばい。ちょっと一回タイムです。ちょっと一回タイムして、これだけ見せて。フォールの仕方だけ見せて。これね、すっかり忘れた俺。どうやってフォールするんだったっけ？基礎の基礎だよね、ほんと。これ、ガチでね、これ乗ってねえパターンじゃねえよな。乗ってないパターンはやめてよ、これ。フォールの仕方。コーナーアピールとかじゃなくて、フォールだっつってんの。フォールは？基礎だよ。フォールは？これどんどん時間過ぎていくけど、フォールは？もういい、これギブアップさせよう。めんどくさくなった。今こういう性格出るよね、こういう時。いった！俺も流血しちゃったよ。よいしょ。んで、これでもういい、ギブアップさせる方向でいこう。これで何かしら。よいしょ。多分ね、痛い痛い痛い、やばいやばい。
起き上がっちゃうから、ジェリコ起き上がっちゃうから、あ、これでほら、これでギブアップする方向で行こう、行こう、これでギブアップしてお願いだから。オッケー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 、いいよ、オッケー、落ちて、頼む、落ちてくれ、結構血の量半端ねえな、おいジェリコ、ゲリコじゃねえよ、ごめんねごめんね、ワイトジェ、これジェリコ死んでんじゃねえな、マジで、あー握った、くそ、この試合ね、やばいよ、長くなるよもうあらかじめ言っとく、長くなるよこれ、痛っ、うぅっうぅ、あ、逃げた、ジェリコ逃げないで、尺があるから、ジェリコ俺も飛び技できねえんだから、おいしょ、いこういこう、バカ、尺があるんだから考えて、ジェリコ、何、嘘、そのパターンはなしだよ、ジェリコ君が勝つパターンはないよ、オーケー、よっと、こうした、抗議してんだ、早く早く、止めき、今のうち、今のうちだよ、オーケー、もう一回大技いきたい、よいしょ、オッケー、これいけんじゃね、締めだ、うわ、はぁ、マジか、もう一丁、あ、これは無理だよ、多分さっきもね、掴まれたから、落ちた、落ちた、1回目、まあそれはね、1回目はポトってなんで、頑張れ頑張れ、いけ、ともゆき、粘れ、このまま落ちてくれ、頑張った、だよね、そうなるよね、今16分17分が聞こえようとしています、ともゆき長々と実況しております、いや本当ね、ごめんなさいね、こうやってね長々とやっちゃってね、久々なもんでね、本当ね申し訳ないなって思うんですけどね、そこは痛かった、すげえ痛、すげえ痛、すげえ痛、治って、で治って、オッケー、ロープレイク、オッケー、もうここまで来たら、ここまで長々とやったら勝ちたいよね、せっかくだから、もうどうせならね、こんな長々としたなら勝ちたい、おっと、これ今のうちにフォール調べとけばいいんだ、フォールはどうやってやんだ、もしフォールの仕方だよ、フォールの仕方を何走ってんの、どうしたトモキどうしたオッケー、何、うん、どうした、おお、思わぬ形でフォールを取った、トゥー、そこ返す、ジェリコさんそこ返します、ジェリコ先輩そこ返します、いや思わぬ形で今ちょっとフォールを取ったからね、びっくりした。お、これいけんじゃね、ギブアップ。このまま、ギブアップしたくない。ジェリコー、よっしゃ !18 分長えよ。いや、ほんとね、皆さんね、ご迷惑おかけしました。長々とね、やってしまってすいません。さあね、ともゆき、エキサイティングプロレス7、久々の復活でございます。ね、皆さん、長々とグダグダだったでしょうか。ね、楽しんだって方、楽しまない方、ね、ぜひとも、まあ、これ、今後とも、ともゆきプロレスの実況動画上げていくんで、よろしくお願いします。それでは、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。クレイジージョーカー、ともゆきでした。バイバイ。